皆さんこんにちは。あなたの中に眠る夢を叶える力を引き出す占い師、カードリーダーのボタンゆりです。ご覧いただきましてありがとうございます。私は生年月日を一桁ずつ足した合計数字を使って占う数秘術やタロットカード、オラクルカードのリーディングを通して皆様の夢叶をサポートしております。今回こちらの動画では生年月日を一桁ずつ足した時の合計数字が22番になる数秘22番さん、そして22日生まれのあなたに向けた2023年7月の運勢をリーディングしていきたいと思います。この動画基本的には生年月日一桁ずつ足していった合計数字の数比で見ていただくことを目的としているんですけれども、サポート的に生まれた日にちのみで見た時の数比、ちょっと説明がめっちゃ下手になっちゃったんですけれども、メインの数比と生まれた日にち両方で見ていただくことがね、いいかなというふうにお勧めしておりますので、ぜひ今回22日生まれでこの動画を見に来たよっていう方は、生年月日を一桁ずつ足した合計数字を算出して、その数字に該当する動画というのもぜひ見てみてください。もし自分の数比の計算方法がわからないという方いらっしゃいましたら、私の公式 LINE にお友達追加をしていただきますと、あなたの数比誕生化診断というものを無料でプレゼントしておりますので、ぜひそちらをお役立てください。はい。そして私は数秘術をベースに作られている誕生化セラピーというものを用いておりまして、数比をすべてお花に例えてお伝えしております。数秘22番さんは、こちらの胡蝶蘭のお花になりますので、この動画をご覧いただいている数秘22番さんのことを動画の中では胡蝶蘭さんと呼ばせていただきます。それでは胡蝶蘭さんの2023年7月の運勢、今回ちょっと撮影が遅くなってしまった関係で、数秘8番さんまではね、ちょっと早めに撮影してたんですけれども、遅くなっちゃった人たちは7月の上旬、中旬、下旬というふうに3回に分けて、運気の流れっていうのを見ておりますので、はい、早速ねカード見ていきましょう。まずはこちら6月末までの胡蝶蘭さんの流れっていうのをこちらのカードで見ていきます。おー、なんだかすごく明るいカード。スカイダンサーズというね、明るいカードが出てきました。そして、しまったこれ、逆で出てたっけこれ。ちょっと私が今目を離した隙にポロンといっちゃったんですけれども、はい、ちょっとこっちで出しますよ。ソードの2番の正位置でこれは良いですかね。はい、こちらが出てきました。ちょっと見ていきましょうね。ソードの2番っていうのは結構ね、様子を伺っているっていうような意味合いのあるカードなんですよね。うん、だからなんかこのダンスをするっていうのとは一見すると相対するようなものにも感じるんですが、ただこのね、ダンスをしているこの蝶なのかな、この妖精さんっていうのもね、太陽がね、太陽の光がさんさんと降り注ぐ明るいステージを踊ってるのではなくて、月明かりが輝く夜にひっそりとこう自分をこうね、表現しているっていう感じがどことなくしておりますので、胡蝶蘭さんの中で今何か温めているプロジェクトがあるとか、何かね、こう世の中にこれから発していきたいんだけれども、今ちょっと自分の中でまだ温めているところなんだよねと。どういうタイミングでその切り札を出していこうかなと。そんな風に思っていることがもしかしたらあるんじゃないかと思います。ね、なんかすごく準備をしっかりね、されてきているっていう感じがね、あるんですよ。そう、なんかまだそんなに大っぴらに人には言っていないんだけれども、今後こんなことをやっていきたいから、それのために自分の実力をね、つけるためにコツコツ勉強してきたんだとかね、スキルを磨いてきたんだっていうことがあるかもしれませんし、うん。まあ、このダンサーさんが月明かりの中でダンスの練習をしているっていう、まさにそういうようなことがね、何かあるんじゃないかというふうに思います。ね、とってもその何かね、出しどころを間違えてしまうとね、うまくいかなくなっちゃうんじゃないかっていう、すごくこうね、ある意味落ち着いた心で冷静にね、物事を見れている部分っていうのがあるんじゃないかなというふうに思いますので、とっても今その準備、どこでその切り札出していきましょうかっていうところをね、見計らっている、そんなことが何かある方が多いのかなというふうに感じました。はい。うん。まあ、なかなかすごくいい感じなんじゃないかと思いますが、それではそんなね、胡蝶蘭さんの7月のテーマとなること、見ていきたいと思います。こちらです。はい。マゼンタパワーの源泉、そして、
スーヒ2番のコチョウランさんじゃなくてごめんなさい、スーヒ2番のカスミソウのフェアリーさん出てきました。今回7月の運勢ってね、このカスミソウのフェアリーが出てきてるスーヒの方めちゃくちゃ多いんですよね。なんかすごくね、これは繊細さとか細部とかを表すような意味合いがあるカードですので、何かね、細かいところを丁寧にやっていくことが大切ですよって言っている感じがします。そしてね、こちらはマゼンタパワーの源泉といってね、ハートの形のバラの花ですね。こちらが出てきました。ハートチャクラということなので、まあすごくこうやっぱり愛情が溢れ出るとかね、そういった意味合いにも感じるんですけれども、このね、マゼンタの色っていうのは実は収穫とかそういったものも意味するんですよね。私のこの使ってるカラーセラピーのボトルにもマゼンタ色ってあるんですけれども、このマゼンタ色ってね、木の実の色なんですよ。木の実っていうのは、木がね、育って大きくなって花を咲かせた後でやっと実るものですよね。そういう意味から自分の何か成果が実るとか、その実ったものを収穫する、成果を得るっていうような意味があるカードですので、ね、今ここで何か温めているものがあるっていう方、この7月にそれらをこう手に入れる、その手に入れる成果に近づくとかね、そういうことがね、出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、そんな時に大切なのが、その細部を丁寧にしていくこと。なんか優しく柔らかい雰囲気っていう感じもありますし、ね、なんか繊細にアンテナを立てて、細かいところに手を抜かないでやっていくこと、それがね、求められるのかなっていう感じがしてますね。もともとね、スーヒ22番のコチョウランさんっていうのは、どちらかっていうとすごくね、大きなスケールのね、持っているような方なんですよ。とはいえね、スーヒ22ですからね、2という数字が入ってますので、そんなにこう細部にこだわらないでとかっていうよりも、細部にこだわるとかっていうのもある種得意な部分っていうのはあるのかなというふうに思いますので、ね、大きなスケールを持っていることはもちろんなんですけれども、それとちょっと対極的になります、そういう細部とか、些細な部分っていうところにも目を向けることを意識して過ごしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。では、上旬、中旬、下旬のカードも見ていきましょう。まずは上旬こちらのカードです。はい。こちらは、ソードの3番のカードですね。何かちょっとね、あなたが昇進モードになってしまうっていうことが書いてありますね。なんだろうな、何かあなたがその温めているものを世に出そうとしたタイミングで何か先手でね、あなたがこう出しづらくなってしまうようなこと言われてしまったとか、何か批判をされてしまうとか、そんなことがもしかしたら起こってくるのかもしれません。あるいは、あなたの心がちょっとね、この上旬っていうのは、傷つきやすくなっているのかもしれないです。敏感になりすぎちゃってるっていうところもあるのかもしれないです。何気ない一言。その一言っていうのは、決してコチョウランさんを責め立てようとかね、コチョウランさんを悪くさせてやろうとか、傷つけてやろうとか、そう思って発された一言じゃないのに、それを悪意に受け取ってしまって、コチョウランさん一人で勝手に落ち込んでしまうっていう、そんなことがあるのかなっていうふうに思いました。ね、だから些細なことにもね、目を向けましょうね、丁寧にしましょうねっていうことは言ったんですけれども、ちょっと上旬に関してはそのナイーブになりすぎかもしれませんね。なんかそんなにこう悲観的にならなくていいところまでなってしまって、自分で何かこう勝手に傷つきやすくなってしまう。だからそれくらいね、何か今やってることに対して真剣なんだと思うんですよね。本当に何かこれをしっかりね、成功させていきたい、形にしていきたい。もしくはね、ここに当てはまることじゃなくても、何かそういうふうに思ってるものっていうのが、コチョウランさんの中にあるんだと思います。だからこそ、それをね、傷つけられたりすると、すごく苦しくなってしまう。自分が真剣に向き合ってるものだからこそ、そういう感情が生まれてしまうのかもしれないけれども、ちょっとこのね、7月の上旬は、ナイーブになりすぎかもしれませんね。ちょっと何かそう、気持ちが落ちやすい部分っていうのもあるのかもしれないです。はい。ですので、そんなにこうね、落ち込みすぎないことっていうのがね、大切だよっていうことをね、ちょっとアドバイスとして伝えたいと思います。はい、そして中旬どんな流れでしょうか。はい。おー、中旬は今度はソードのページが出てきましたね。
はい、ソードのページ出てきまして、このカードはね、とってもイケメンさんが出てきました。私はもう勝手にこの彼のこと彼氏だと思っております。はい、とても素敵な彼ですよね。で、この彼のカードを見て私がいつも言っているのは、この彼っていうのはね、もうこんなに長くね、強い剣を持っていて、この剣を持ってるっていうことは、この彼にはこの剣をね、操るだけの十分な実力とかね、スキルとかがあるってことなんですよ。うん、で、あなたはそんな武器も持ってるし、自分がその武器を使いこなせるスキルも持ってるんだけれども、決して選ぶらないし、自分の力を見せつけるようなことはしないで、優しく微笑んでるとね、それで周りからも慕われているっていうね、そんな感じに私はこのカード見てすごく感じるんですよ。うん、このね、コチョウランさん、おそらくね、ちょっとこう繊細になってたりとかっていうね、機会を伺ってたりとかっていうこともあるので、そんなにこうなんか見せびらかしたりとかね、そういう感じはないんじゃないかなとは思うんですけれども、この中旬っていうのは、あなたがね、そのスキルとか見せびらかしたりしなくても、あなたがそのね、優しく微笑んでいるだけで周りの人から慕われたりとか、そのコチョウランさんの力っていうのをね、頼りにされたりとかっていうことが出てきますよと。それによってコチョウランさんの自信っていうのもついてくるんじゃないかなって思います。うん、なんかそんなにね、急ぎでこの武器をブンブン振り回さなくたってね、そう、この武器っていうのは、いざこの武器を使う必要が来た時に振りかざせばいいものであって、何もない時にこれブン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 振り回してた、それはね、ただのちょっと危ない人になってしまいますのでね、そう、しっかりとそういう時期を見極められるんだという心の余裕が持てるんじゃないかと思います。まあ今ね、現状でもすごく何か状況を伺ってるんじゃないかというふうに言っていましたので、そこに対しての余裕っていうのが、やっぱりこの中旬にも出てくるんじゃないかなというふうに思います。うん。ねえ、なんか上旬はすごい繊細モードって感じだったんですけれども、ねえ、中旬になると、なんか少し心の余裕っていうの出てきそうな感じがしていますね。そして、下旬のカード見ていきます。下旬こちら。はい。ワンドの8番のカードですね。急展開していきますということなので、なんかこの運勢の流れから見ていると、コチョウランさんがその武器っていうのをね、発揮していく時っていうのが下旬にやってくるんじゃないかと思います。何かあなたが世に発していきたいなって思ってきたものだったりとか、これもっとこんなことしていきたいなって思ってたようなこととかが、この7月の後半、下旬ですね、下旬になって、ここぞというタイミングでそれを放っていく時っていうのが出てくるんじゃないかと思います。そしてね、そのタイミングでうまくね、それを発することができたら、もう事態はね、いい方向に急展開で進んでいきますよと、そういう意味をね、表しているカードですので、もうボンボン花火もね、打ち上がっちゃってますよね。はい、ですのでこのね、下旬っていうのは、そうした自分のね、温めてきたものとか、自分が世に発していきたいなって思っているようなものとかを、世に発していくチャンスが来るということを覚えておいていただけたらと思います。ここぞというタイミングでそのね、持っているものっていうのを放っていくこと、うん、それがしたらすごく事態がね、あなたの思う方向にね、急展開で進んでいきますよと。最初に言ったこのカードも、その収穫っていうようなことを言いました。その収穫っていうのも、この下旬になってタイミングが来るんじゃないかなというふうに思いますので、下旬っていうのはここぞという時に勝負を仕掛けていくっていうところを、ぜひ意識していただきたいなっていうふうに思います。ね、それまではちょっとこうね、周りにこう気を配ることだったりとか、自分自身のその何か温めているものに対してだったりとか、ね、ちょっと繊細に気を配っていくことっていうのも必要なんですけれども、しっかりとその収穫のタイミングっていうのが来ますよということを伝えてくれていますので、ぜひ何かね、参考になったら嬉しいなというふうに思います。それでは最後、コチョウランさんに向けたラッキーカラーも一本選びたいと思います。ラッキーカラー、そうですね。もうなんかマゼンタっていうこと言って、収穫ね、タイミングも来ますっていうこと言ってたので、こちらのマゼンタをそのままラッキーカラーにしたいと思います。ぜひ今回のメッセージを思い起こすために、このマゼンタ色のものを身につけたりとか、マゼンタ色のねイメージをしてみたりとか、なんかいろんな方法でこのメッセージを思い起こすのに役立てていただけたらというふうに思います。
またもっと個別に詳しい鑑定をしてほしいという方いらっしゃいましたら、1ヶ月の運勢もでもいいですし、お仕事や恋愛の悩みの、そのアドバイスが欲しいというのね、そういう内容の鑑定でも OK ですので、個人鑑定を公式 LINE で受け付けておりますので、ご希望の方ぜひとも公式 LINE お友達追加していただけたらというふうに思います。さらに運気アップのアイテムといたしまして、こちら数秘術とパワーストーンとカラーを掛け合わせた数秘パワーアップカラーブレス、また願いを叶える香りのお守り、アンシェントメモリーオイルのブレンドオイルやブレンドスプレーの販売というのもしております。ぜひこちらも興味ありましたら概要欄からショップを覗きに来てください。それではコチョウランさんの1ヶ月がますます素敵なものになりますように、私もここから願っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。